日本神奈川県横浜市西区藤棚町藤棚町は神奈川県横浜市西区の町名。現行行政地名は藤棚町1丁目及び藤棚町2丁目。住居表示未実施区域。郵便番号は220-0053。横浜市西区南西部に位置する。北西で浜松町、北東で中央、東で西戸部町、南で境の谷、西で。 久保町に接する。町域内はほぼ住宅地として利用されている。中央部を藤棚浦船通りが南北に縦貫している。一丁目の藤棚交差点は五ロであり、野毛山からの水道道を含めると六本の道が集中する市内でも珍しい場所である。1928年、横浜市の各西戸部町、同久保町から設置された。百三十五年、 1938年に西戸部町の一部を編入した。1944年からは分区のため西区藤棚町となる。1955年浜松町、久保町と境界変更。1966年一部が中央二丁目及び久保町となる。また同年浜松町と境界変更が行われた。1977年にも久保町と 境界変更が行われている。横浜市電、久保山線の停留所が設置される際、藤棚交差点にあった、鈴木屋という和菓子屋の軒先に、見事な藤棚があったため、停留所名に採用された。また、1928年に町名が付けられる際一度は、篠目町に決定しかかったが、住民の反対で停留所名を町名に採用した、経緯がある。この藤棚は、 戦時中に失われたが、1977年に再設置された。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内に鉄道は通っていないが、総鉄線西横浜駅が最寄り駅として利用されている。町域内には以下の路線バスが運行されている。 横浜市営バス、ありがとうございます。